欧風カレーとオムライス、リトルヤミーさん。うわー、美味しそうなオムライスが、もうすごい。うわー、すごい。ジブリに出てきそう。目玉焼きに炙られたチーズ、たっぷりのクリームソースに溢れるベーコン、トロトロ卵。はい、いつもご視聴ありがとうございます。おはこんにちばんは、おしんちゃんことごさやです。本日いただくのがこちら、カルボナーラオムライス、総重量4キロの、おごせ特別仕様に作っていただいたものです。それでは早速いただきます。ベーコンからいかないとちょっといけないかもしれない。卵を覆い尽くすベーコン 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1213枚ぐらい乗ってるのかな。ベーコンからいただきます。うん、めっちゃ美味しい。ブラックペッパーもたっぷりかかってる、なんか焼かれすぎてないんで、しっかりジューシー感が残ってて、まあ、私カリカリよりちょっとこれぐらいの方が好き。うわーすごい、もうオムがもう美味しそうすぎる。うん、卵ほんとふわとろ。中のケチャップライスかな。でも酸味がほとんどなくて、バターがしっかり効いてる感じです。美味しい。卵何個ぐらい使ってるんだろう。後で聞いてみよう。ちょっとクリーム部分かけて。あ、クリームすごい濃い。美味しい。しっかり濃いんだけど。重たすぎなくて、なんかさらっと食べやすい。しっかり濃いのになんか軽い。あ、すごい。チーズ。めっちゃいいチーズ。ミルキーなチーズ。塩気が程よくって、もうほんとひたすらミルキー。オムとクリームソースとチーズ、ベーコン、全部のせた。ね、クリームにベーコンの塩気がもうほんと美味しいよね。そこにチーズ、もう天才。カルボナーラ考えた人天才すぎる。チーズ一気にいきたいけど、ちょっと大事に温存しながら食べよう。いつもオムライスってなんかついつい上の卵ばっかり食べちゃうんだけど、下のライスが美味しくって、なんかライスも進む。ちょっと待って、なんか見えてきた、なんか見えてきた。でもちょっと待ちきれない、引っ張り出しよう。強引に強引に出しちゃうスタイル。うそー、もう嬉しすぎる。ハンバーグ出てきました。めっちゃ美味しい。すごいふっくらジューシー系で、私大好きなやつだ。これふっくら系のハンバーグ大好き。オムハンバーグ。あ、すごい、なんか多分いい卵。そう、なんかちょっと今すぐ切れなかった。なんか弾力ある。うわー、とろー。
ソースもすごいたっぷりだから贅沢に絡めて食べられる。ありがとうございます。また出てきたよ。すごいでっかいソーセージ、ほんとでっかい。しっかり焼き目がついててすごい香ばしい、パリッとしてる。マイルドなクリームとソーセージのジューシー感がすごい合う。せっかくだからいただいた味変ソースもこの辺使ってこう。なんかすごい具だくさんな感じする。めっちゃ贅沢なミートソース。おいしい。すごいひき肉と玉ねぎたっぷり、トマトも溶け込んでる。じゃあオムライス作ろう。ミートオムライスプチ。カレーもいっちゃおう。カレーもすごいいい香りがして美味しそう。でもすごい甘くてしっかり煮込まれてる感じが、ちょフルーティーなカレー。あ、ちょっとカレー垂れちゃったけど、なんかこれがまたちょっとカレークリームみたいになって美味しい。最後一口。うん、ごちそうさまでした。いやあ、すごい美味しかったです。おばせやチャンネル。ありがとうございました、リトルヤミーさん。店名はリトルヤミーだけども、美味しさはビッグヤミーなお店さんでした。青森や滋賀、いろいろな場所にね、店舗さんもあるので、皆さんもぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。